リューさんまあ少しだけの出演だったと思うんです、はい、ここからどんどん出てくると思うんですけども、うんはい、改めてご覧になっていかがですかそうですねあの順先生原作の作の品って女の子がもうとにかく可愛いんですよもうあの作画の面でもそうですし内面的にもこうしっかり自分を持っていてかつ個性的なあの女の子が多い中でこう原作を読んだ時に秋はものすごく心惹かれる魅力がたくさんあって12<ー>話ではまだちょっとね少し顔見せ程度だったんですけれど あのエンディングとかご覧いただいた方にはあの主人公のウタとカネゴンそしてアキがどうやって絡んでいくのかっていうところもすごくあの楽しみになるところなのでぜひ注目してほしいです。あのファイルズはあの、はい、最後その2話終わって、はい、次回予告でうん,、うん、なんかちょっと意味深な感じがあったと思うんですけどもあのあたりっていうのは そうですね、あのかな,なかなかやるではないか、はい、志村浩太っていうセリフなんですけれども、まあ、ちょっとまだ多くは語れないんですがまあアキがハマケンと浩太の喧嘩をこうかき分けてでもこう見たいってこう望んでたじゃないですかなので彼女にとって喧嘩とかとかうう戦うっていうことがどういうものなのかっていうのはこのあと明かされていくのかななんて思います。 なんか今見ている感じだとまあすごい可愛らしい女子高生という感じしかまだ出てないじゃないですかまたちょっと一息一息にちょっとなんか癖みたいなのを入れてほしいっていうオーダーを頂い,いてたので<は>ちょっとなん,かなんか変な喋り方するなみたいなところはあのー、エッセンスとしして入れました。そこからどう 紐がほこう解かれて,解いていかれるのかっていうところ注目ですねあのエンディングの絵にどうつながっていくのかぜひ注目してくださいあと X のコメント来てますめっちゃテンポいいし作画も原作に忠実で最高<れ>ありがとう喧嘩独学と、うん 本当そうなんですよ、ね。新しいことですからね。そう、もうとにかくあの女の子を可愛く描くっておっしゃってて、はいはい、制作人の皆さんも、であのあの原作の絵のまつげの一本一本の細かさであったりとか、はいはい、体のラインそれ男性も女性もなんですけど、はい、あの浜犬のあのタトゥーの書き込みとか、そういう細かいディティールへのこだわりが本当にすごくて、ね、一作品のファンとしてめちゃくちゃ嬉しかったです。も、うん、ともと読んでたんでしょ？そうなんですよ。ま、す先生の前の作品から読んでたので。うんうん すっごいもうたまらなかったです。